今回は上野川町園です新4号が中心に、えー、南北を貫いておいて、えー、東側に鬼怒川ですねで、まあ、東の境の境に、えー、宇都宮線東北線が、えー、通っているというでそして東西に北関東自動車道宇都宮上三川インターがありまして 宇都宮との接点が強い。というね、えー。すぐ北側がもう宇都宮市という形です。街としては中心部にですね、日産自動車、栃木工場というのがありまして、まあ、これがもう新四号バイパスのすぐ横にありまして、かなり大きな面積を取り打っております。 で、えー、まあ、上野川からですね、えー、ここと352号線ですね。と、えー、県道47号線。えー、この交差する交差点。これが上野川交差点となっておりまして、中心部のエリアになっております。ま、あね、えー、現4号線としてのやはり機能は、こっちの新4号の方が大きくてですね。 道の広さはですね、圧倒的、この、えー、新4号の方が、旧4号線よりも、えー、広く取り売っているという形になっております。駅としての周り最寄りは宇都宮線、石橋駅の東側のあたりになっております。中心部は上加毛、下加毛のエリアになっておりまして、 まあこのエリアに、えー、上野川の交差点があります。少し北に日産自動車と、えー、伊草川交差点。えー、この辺りになって、えー、インターチェンジの交差があるという形です。石田伊草川大,大山、上郷上野川、上ふわさみ、上川名護、小武市、坂上鞘道、三本木下、下鴨下高主、白鷺木、多古天神町、 で、天神町が石橋駅のえ近くの地名。西木の城。西立沼、東立沼。西ふさ、ふざかし、東ふざかし。汗と書いてふざかしと、えー、読むという難独地名。井村、屋菜、結城が丘。ね。絹川のね、えー、サイクリングロードも。 あたりりも、えー、と言っております神の川町紹介していきます。河内郡に属する町、唯一の町となっております。宇都宮市の通勤率22%。日産上社栃木工場があります。人口は非常に多く、3万人以上、えー、いると。で人口密度550人。町としての規模は非常に大きいですね。やはり宇都宮に近いということもあります。 えー、鉄道は通っておりませんが、石橋駅の東側にあるということで、石橋駅が最寄りになっております。えー、1893、1955年に、えー、3つの町村が合併して、現在の町になっております。えー、創業開始日産自動車の栃木工場が1968年に創業開始となっております。経済面では日産栃木工場、えー 高級車が生産。また日産の国外向け高級車ブランド、インフィニティの一部車種の生産も行っているということです。上野川本郷、明治地区の、えー、地域。そして上野川高校があります。郵便局は下野市内の、えー、小金郵便局と石橋郵便局がありまして、管轄。交通面は、えー、JR の石橋駅が最寄り駅となっています。 えー、北関東の宇都宮上野川インターチェンジがあって、ということで、非常にその道路面での、えー、交通が、えー、栄えている。という形。新4号バイパス。ね、国道4号バイパス。国道352号線。ですね。県道354771となって、交通の面では要衝となっております。だから、猛火方面とかにも、えー、アクセスが良くなって、 三部、三部の方へも、ええー、ですね。行きやすく。そして、宇都宮、小山の、新四号ですね。まあ、特筆すべきものはないんですけれども、まあ、日産自動車ぐらいで。特筆すべきものはないんですけれども、その、宇都宮に近いということもあって、町都市のですね、人口は非常に多いと。 えーいうエリアになっています。まあ、白鷺神社とかですね、えー、インターパーク、宇都宮、南。まあ、えー、複合型の工業団地。まあ、こういうものが、えー、上の川町のですね、中心となって、工場、工業という意味でのですね、そして住宅地としての発展が、えー、見られるという町になっております。 まあ、縦沼浸水公園、えー、ですね。とか、まあ、その、絹川沿いの緑地公園ですね。絹川の沿いのサイクリングロードとか、えが、まあ、観光名所となっております。ということで、地図を紹介していきます。中心部は現在、まあ、宅地下屋ですね。えー、工業団地の寝室とかありますが、 ま、中心はカ毛のあたりと上野川のあたりですね。もともとはですね、えー、三、まあ、つの町が合併しているという形ですね。明治村となっていたりとかして、えー、昭和後期頃に、まあ、1955年に上野川町というのができて、1960年代にできた日産自動車。これがまあ、あ、えー、町を代表する工場と。 おりますまあ、そこを中心にですね、新4号が通るという形で、交通面でも非常に重要な要素を持つ街となっています。これだけ見ても、地図で見ても規模の大きさがですね、わかりますね。で、北関東自動車道が新4号と、まあ、アクセスしたことですね。夕日が丘。はい、この辺りの住宅街。 宇都宮に近いということで、えー、その辺,辺りの住宅街地としての発展も見られると。まあ、新4号沿いにもですね、えー、町の発展、まあ、中心部として元から発展していたところに、まあ、たまたま4号が通ったって、新4号が通ったっていうのもありますけれどもね。これだけ大きなですね、 栃木工場がありまして、日産。そして、そこの北側を、えー、ジョイフルホンダ、宇都宮店。ですね、これも大きいですね。ジョイフルホンダがあって、そこのインターチェーンの近くに、まあインターパークとかあって、えー、宇都宮上野がインター。まぁ、あ、もうここがですね、まあ、宇都宮市とのほぼ境の、北の境という形になっています。まあ、一応そこで名前を使われてますが、 まあですね。ほぼ北の境という形になります。ただ、上の川の、えー、人口も3万人いるということで、まあ、そちら側の需要もあるということですね。ただ、まあ、宇都宮市街地に比べるとですね、まあ、比較的換算はしてますね。これをやってみてみますと、中心部が、こう、大きくあって、白崎神社があってってね、上司公園、そして、 縦沼浸水公園、絹川沿い。はい。緑地公園がいくつか絹川沿いに、まあサイクリングロードもあったりとかするというエリアです。上の川町紹介しました。